こんにちは。今回は竜装の首飾りっていうカードを使って、まあ、アスタルトの宣告で確定的なる勝利を導いていきたいなと思います。で、灼熱の嵐を3枚入れてます。で、灼熱の嵐が首飾りとの効果で、まあ、5点になると。で、まあ、7コスで全体除去が5点やだ、なかなか強いから、まあ、竜装を入れるんであれば、まあ、灼熱の嵐も入れてもいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、次回の環境からこの、首飾りだいぶ強くなると思ってて、まあ、そこはまあ話すと長くなるからやめておくけど、 あと新た運命2枚入れてます。これは、まあ、サターンのカードをね、アスタルトが結構10分の1やから引きづらいので、それをまあ引くためにまあ入れてます。で、相手が守護並べてもアスタルトの宣告で、確定的にまあ19点あったら19点いくし、20点あったら20点いくので。ただバハムートとかエクスキューじゃないか、まあ、アミュレットが破壊されるとこの計画はまあ達成できないので、この目標は達成できないので、なかなか厳しいかなと思うんですけど、まあ、対戦相手によるかな。勝ちました。まあ、ネクロやったらバハムートは入ってないから、まあ、ネフテスを主軸に置いたデッキだと思います。まあ、これ全部入れ替えで、とりあえず PP を貯めるカードが最初欲しいかな。まあ、新たな運命が若干っていうか全然いらないんですけど、まあ、最後の方はサターンにね、アイボリーか。アイボリーはまあ大きいかな。とりあえずまあ、序盤は、アグロ対策、のためにアイボリー入れてます。まあ、ドロー対策のドローできるようにするためにも入れてるんですけど、まあ、アグロ対策にね1枚入れてて、まあ、悪くはないかなと思ってます。で、次のターンアイラ出して、もしアイラが破壊されたら首飾りで、結構いい動きができそうですね。まあ、アイラをジュワして攻撃すると。で、これでアイラを破壊してくるかどうかなんですけど、アイラもし破壊したらもう首飾りが次のターン出せるので、で、小賢しいな。小賢しいな。ね、とりあえずまあ、もうアイラ行っちゃうか。アイラ行っちゃ、いや、そうやな。まあ、攻撃、いやまあ、攻撃して、攻撃して、で、ちょっともったいないけど、ブレイジングブレスでいいか。これで右。あ、でもどっちでもいいかな。あ、オッケーオッケー。あー、まあ、どっちでもいいかな。まあ、左でも右でもよかった。どっちでもいいかなって感じが。で、進化に殴ってこればジークリートで返せるし、まあ、あんま強くない動きをしてくるんであれば、流走打ってばいいんで。じゃあここ流走打ちます。打っちゃって、やっぱ先に置いた方がね、結構アドバンテージになるんで。これでサラマンダーブレスが全体に3ダメージ、あ、じゃあ全体に、あ、じゃあ1体に4ダメージ与えてつつ、全体に3ダメージか。エッグトマトを超えたな。だからゴブマンですら、突破できるんじゃないか、これ。小賢しいな。とりあえずサラマンダーブレスが全体に4、ちゃう、こっちか。あれまあいいか。あれ逆にやったか。まあいいか。あれ逆やったかな、同じか。あ、でも強いな、サラマンダーブレス。一体7点与えるかな。ファントマール出しますんで、進化で7点って感じかな。あ、4体しか出ない。進化かな。あ、進化しないの。え、進化圏3個あるのに進化しないの。え、どういうこと。初心者か、もしかして。今の進化したのいいんですね、アグロだとするならば。たくせん打ちます。とりあえず、サタンが来れば、ベルエンジを置いて、あなた、運命打つかな、打たないはいいよな、さすがに。まあ、ターン終了で、まあ、のんびり行きましょうか。別にね、急いでも変わらんしな。とりあえず、結構こう、戦えるから、やっぱ、ドラゴンのその PP を先に貯めていくっていう利点を生かしつつ、いけるし、別に敵が湧いてきてもサラマンダーブレスで打ち取れるので、まあ、新たな、じゃあ行きますか。絶望よ、来たれ。で、次のターンに、これ結構ガチデッキに入るんじゃないか。 PP 先行でこう貯めていって、まあ、このコンボが反転したらほぼ負けることないし、相手の体力を気にすることなく盤面除去だけに徹してればいいだけっていうね。
なんか違った戦い方やんな。盤面をこう除去するだけで、それだけ考えればいいデッキ。まあ、普通体力と相手の体力と、まあ、フォロワーを一緒に考えなあかんから難しいんやけど、相手のフォロワーだけを考えるだけであれば勝ちやからな。とりあえず、新たな運命打つか。で、いや待てよ。モルディカやから、まあ、ディースのがいいかな。いやまあ、ディース打って、でもここで新たな運命打っちゃって、で、デッキ切れはないよな。まあそう簡単には来ないな。でもこれで、まあ結構耐えることができるので、次のターン来るかな。来るとありがたいやけど、あまりにも分かられると、あまりにも、なんで進化使わないの進化使ったらよくなかったか。まあいいか。で、風かしえ、進化、どういうことやああ、なるほど。じゃあ、ここはもう、遊ぶ感じでいいやろ。ただ、サタンズサーヴァントで、進化でもいいかな。ただ、サタンズサーヴァント出すとリタイアされる可能性があるから、まあ、ここはこれかな。やっぱ、リタイアされると負けなんで、なるほど、ちょっと、なんか、あんまり強くない動きやなと見せかけするのがやっぱ大切かなと思ってて、多分、サタンズサーヴァントにリタイアしたら、ま、リタイアします。これ確実に言えるから、顔を狙わない限りは多分相手リタイアしてこないから、絶対粘る。ていうか私でも絶対粘るから、ただ首飾りと、アスタルトのコンボが分かってる以上、相手にも勝ち目はないのは確定してるんですが、湧くね。もうこの次のぐらい、来ないのか。まあ、次のターンぐらいまで3枚か。あんまり舐めすぎた行動してると負けてしまう気もするが、サタンズさん、まずいかな。ディースって9やけど、サタンさんと2体出してもしょうがないか。とりあえずまあディース打つか。ディース打っちゃって、こっちから。まずいな。次のターンぐらいに引かないとそろそろ削られてしまうような気がするな。さすがに来てもよかったら新たな運命入れてんのにさ、来ないっていうのはちょっと泣いてしまうっていうか、悔しいなって思うよな。もうこれなんかお互い限界が近づいて、どっちがリタイアしてもおかしくない状況やんな。まあ本気出したらこっちの方が全然、優位であることは変わりないんやけど、ちょっとなめくしてるから、まあ、10点しか入らないよな。で、ディースが3枚使ってるので、3分の1でも来ないとだいぶ、あーやばいやばい、これまずいぞ。ここで引かないと、負けてしまうな。あ、新たな運命で、あ、4枚もドローしたら来ないというのが悔しかったな。小賢しいなこれこれお願いし、あー来ないか。これちょっとちょっとこれでさ、よろしく頼むで、ちょっとターン終了するから攻撃しないでくださいっていう意味を込めて、ちょっとちょっと頼む、これ相手のね器が測れるで、器が大きいか、もし攻撃したら器低いぞ。よろしく頼むって言ったら分かるやろ、大体察するやろ。まあそれは分かるわって、ランクマッチって、あかんやめてくれ。あかん、なんだ。今察するやろ、やらしてくれよ、ここまで来て。器ちっちゃいな。器ちっちゃいわ、さすがに。器ちっちゃいな。ってことで、ちょっとね成功しなかったんですけど、あとこれも画像貼って終わらしとこうわ。